さて、そろそろお供えしないとな。ニンリル様への供え、祈りは大丈夫なのだろうな。ん？とりあえず数があればいいだろう。足りないのじゃ！甘味はもっとあってもいいのじゃ！こんなにあるのにまだ足りないと？これ以上何が欲しいんですか？その言葉を待っておったのじゃ。ケーキ、プリン、それから大福と。ニンリル様お供え物です。お納めくださいませ。よいぞよいぞ、早うこちらへ。なぜお主らがここにいるのじゃ。異世界人くん、はじめまして。よう、異世界人。もしもし。誰？こないだ偶然見ちゃったのよね。ニンリルちゃんが異世界人から美味しそうなお菓子をもらってるとこ。お前だけ食うなんてひどいぜ。の加護を与えし者、備えと祈りを受け取っていただけじゃ。さっきから声だけが響くぞ。深海ではどうなってんだ。異世界人くん、今から私たち3人の加護を授けるから、私たちにもお菓子をお供えしてくれないかしら。何ってダメなのさ。加護？今はニンリル様のがあるし。あらあら、ニンリルちゃんのカゴは小さいのね。ずいぶんケチね。これじゃあ状態異常の無効化も万全とは言えないじゃない。そもそもあなた、風魔法の適性がないのよ。カゴを授かるなら適性があってないとよくないわ。ってことは、適性に合ったカゴだともっと特別な効果があるのか。異世界人くんの適性は土と火ね。つまりこの私、土の女神キシャールと、この俺、火の女神アグニの加護がついたらそりゃもう無敵だぞ。少しの魔力で強い魔法も使えるようになる。悪い話じゃないだろ。ん？二人とも何を言っておる。いつも加護を与えすぎて創造神様から怒られているのだぞ。だからわらわだって小さい加護で我慢したのじゃ。なら私たちも小さい加護なら問題ないはずよね。俺たちの加護の方こそ役に立つってもんだぞ。なんかカゴがつくの決定みたいになってません？断っちゃまずいかな。おい、今断るとか言ったか。俺たちのカゴが嫌だっていうのか。よく言った。わらわのカゴだけでいいとはっきり言うのじゃ。あのですね、神のカゴがいくつもついてる人なんてそもそもいるんでしょうか。あまり思い出せないわね。ほら、やっぱりステータスを見られるかもしれないですし、神の加護は一つで十分なんですって。えい、男が死ぬこと言うんじゃねえ。これ、うぅ、あら、じゃあ私もつけちゃおっと。だっ、お主ら何を勝手にやっておるのだ。私たちにもお供えしてね。うまいものいっぱい頼むぞ。私は、そういえばもう一人女神様いたっけ。私、水の女神ルサールか。異世界人、水魔法の適性もない。だから私がカゴつけてもあんまり意味ない。意味がないなら別にいいかも。カゴつけないと私だけお供えしてもらえない。お菓子もらえない。みんなだけずるい。泣かないでよ、ルカ。異世界人くん、なんとかしなさいよ。そうなのじゃ、ゴーレ。そうだそうだ、男だろ。何その無茶ぶり。そばにいるあんたらでなんとかしてくれよ。どうすれば。主、大丈夫？お薬作る？大丈夫大丈夫、女神様たちとお話ししてるんだ。そうだ、ルカ様のカゴはこの子に。俺のジューマの水につけることはできますか。いい考えじゃ。そうね、そうしましょう。いいじゃねえか、ほらやっちゃえよルカ。この子、水の適性もあるみたい。つけた。はあ、よかったよかった。ちょっとルカちゃん、これ小さいカゴじゃないわよ。私はこれでいい。みんな考えなしに次々カゴを与えすぎ。おい、そりゃ言いすぎだぜ。私のカゴは100年に1人いるかいないか、
みんな10年に1人は加護を与えるから、創造神様に怒られてる。懲りないんだな。まあ、お供えは皆さん均等にしますから。そうね、私たちも満足できるようにお供えしてね。こうなるから内緒にしておったのに、わらわが最初に加護を与えたのじゃぞ。早い方が偉いってもんじゃねえだろ。お前先にいっぱい食ってんだからいいだろ。うん、追加のお菓子です。お納めください。喧嘩せず分けてくださいね。